ああ、主ですか。お待ちしておりました。ふふ。俺が見立てた着物、着てくださったんですね。とてもよくお似合いですよ。淡い藤色も似合うかと思いましたが、薄紅色も可憐で良いですね。富士と桜の合わせ、綺麗だとは思いませんか。ああ、いいえ。主はご存知ですか。桜の木の精は、男だそうですよ。こうして、桜の木と並んで立っていらっしゃると、まるで、つがいのようで、こんなに見事な花を咲かせ、天津さえ主を魅了するとは、俺は、桜の木にまで嫉妬してしまいそうでいけない。ふふ。主、どうぞこれを、お受け取りください。その着物に合うように、俺があつらえさせました。気に入っていただければ、嬉しいのですが。俺が、おぐしに刺して差し上げましょう。とても、お綺麗ですよ。あなたが、ふふ。さあ、主、こちらへ。主、これをどうぞ。今夜のために極上の酒を用意しておきました。桜を見ながら一個どうです。こうして主と一緒に酒が飲めるとは、俺は果報者です。ああ、おぐしに、桜の花びらが。ふふ、これで、桜酒になりましたね。このように、満開な桜も見事ではありますが、散りゆく桜の方が、俺は好きです。俺も、桜のごとく。いいえ。主、今夜は、人払いをしておりますゆえ、心ゆくまで、桜を、めでようではありませんか。主、どうか、このまま、俺だけを。